始まりました、ビオラパイロット版パーソナリティのランです、このビオラは、ビーイング所属のアーティストがお届けする YouTube ラジオでございます。パイロット版を私、ランが務めさせていただくことになりました。よろしくお願いします。アシスタント務めます2分の5宮地です。よろしくお願いいたします。お願いします、ね、今回1回目ですけど、はい、緊張はされてるんですか？やっぱりしますね。もうライブ前もいつも緊張してるんですけど。 あれですか、なんか人とこう喋るっていうか、そのこういうなんだろう、コミュニケーションっていうのは好きか嫌いかって言ったらどうなんですか？本当に人と喋ることが苦手で、目も合わせられないくらい本当にもう苦手だったんですけど、うん、最近もう20歳過ぎてからぐらいやっとなんか自由に生きようみたいな。なんかそんな、せっかく大人になったし、そうです。そろそろいろんな人と喋ってみようかっていう。そういうなんか心境の変化ありましたね。じゃあもう元年ってことですね。そうですね。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ではコーナーに行きましょう。コメントラーン。よいしょはい、このコーナーはですね、私ランが過去に発信した歌詞やツイート、ノートやインタビュー内容から番組が気になる単語をピックアップしてコメントしていく内容となっております。では、早速ですが読ませていただきます。プロフィールである映画を見たことがきっかけでアーティストになりたいと思ったそうですが、その映画は何ですか、ということで、これ実を言うと僕がちょっと書いた質問でして、プロフィールは拝見させてもらって、ありがとうございます。このある映画っていうふうに書いてたので、はい、何なんだろうと思って。これはですね、はい、彼女は嘘を愛しすぎているっていう映画がありまして、それって私邦画、そうですね、もともとは漫画から、漫画の実写化っていう形で、放送っていうか上映された映画だったんですけど、はい、シンガーソングライターみたいな感じでずっと出てある大原櫻子さんがデビューされた、映画なんですね、うん、でその音楽っていうものを触れてこなかった人生だったんですけど、その八百屋さんのバイトをしてたんですよ、はい、主人公の女の子が、そこで鼻歌を歌うところにちょうどプロデューサーさんが通りかかって、そこで歌わないかみたいな話から発展していくんですけど、うん、そこで自分がなんだろう、その当時歌うのがすごく好きだったんですけど、なんかこう一歩なんか踏み出す勇気をそこでもらえたというか、なんか一歩踏み出すことで何か世界が広がるんじゃないかとか、うん、もっとこの好きっていう気持ちがもっと深くなるんじゃないかとか、なんかそういうことを考え出して、そこからボイスレッスン、ボイトレに通い出してっていう、そのきっかけの映画です、ね。ちなみにその時はおいくつぐらいだったんですか？その当時は、中学2年生でしたね。意外とでも最近ちゃ最近ですね。そうなんですよ、割とそんなに。大体夢を追う人って、まあ、小学生の時ぐらいからこう秘めてて、そうですね、そこからこうなんかね、ボイトレとか行ったりするんですけど、うん、そうですよね、一本の映画で。そうですね。で、まあ、ボイトレとか行き出して、うん、本格的にこの人前で歌い出したっていうのはどれぐらいなんですか？ですね、そのボイトレに行き出した当時も先ほど話したんですけど、うん、めちゃくちゃ人見知りで、はい、本当にボイトレの先生がいる前で歌うだけでもすごい緊張しちゃうくらい人見知りだったんですよ。それね、やっぱりこう個人レッスンみたいな形で受けてたんですけど、うん、1年くらい経ったあたりにグループレッスンっていうものがあったんですよ、はいはい、でそこで初めてそのちゃんとマイクを持ってなんか人前で歌うっていう、まあ、レッスンっていう形ですけど、うん、っていうのを経験しまして、うん、もう本当にうわやりたくねーしか思ってなかったですねその当時はでその時に歌った時のこの反応とかって覚えてます？うん、すごい頭が真っ白だったので、うん、全然覚えてないですね。もう緊張で。で、なんか僕のイメージですけど、うん、こうアーティスト目指す方ってまずこうストリート、まあ、公演とかでちょっと歌って、うんうんうん、その反応を見てみるっていう方多いですけど、うんうんうん、そういうこともされてきたんですか？
ですね、それこそまずオリジナル曲を作り始めたのが高校2年生になってからなんですよ。私の場合。じゃあもうまだリクとしたら2年3年ぐらいですか。そうなんですよ。す本当にそれくらいで、そのオリジナル曲を作り始めてからやっとその自分の曲をその路上ライブという形でストリートで歌ったっていうのが初めてですね。でも本当に人前で歌うのがすごくもう嫌だったっていう人が、うん、その公園で自分の歌を歌い出すっていう、うんうん、それなんかこうなんすかきっかけとかあったんですか、そのなんか。そうですね、なんかやってみたらって言われたのが一番なんか前に押してくれた感じだったんですけど、なんか意外と 割とですけどそんな知らない人ばっかりじゃないですか、うん、だからそのレッスンとかの時ってやっぱりこう同世代の若い女の子男の子たちがいて、まあなんかあの子うまいよねとかすごい話したりする中でそこで歌ったのですごく緊張してたんですけど、なんかストリートライブは割となんか一回きりでもう誰にも会わないしみたいな感じで歌ってた。そうですね、歌ってた覚えがありますね。そこからこうストリートなんかで重ねて、これあの多分いろんなところでお話ししてると思うんですけど、こうプロになるきっかけっていうのはなかったんですか。ですね、プロになるきっかけはミスコンみたいなのがあったんですよ、福岡の地域のやつで。でそれいちご姫、いちごプリンセスっていうあの名前でやってて、それにあの高校から2名選ばれてそれに出てたんですね、私が。でその時にいらしてたあのその音楽関係のそのお仕事の方から、ちょっと私も音楽をやってるっていうことであのお話ししてもらって、そこからこういう風にお話をいただいてっていう感じですね。すごいですね。いや話をまとめると、もう高校2年歌をこうアーティストになってみようっていう目覚めもちょっと遅かったけど、その短期間でブワーッとこう自分の中でこういろんなものを吸収して、そうですね、ね、デビューしたっていうなんか感じがしますね。なんかそうですね、もう目まぐるしいですよね。びっくりしてます自分でも。まあその映画のねお話は聞きましたけども、すごく印象残ってるなみたいなことありますか。ですね、私すごい読書が好きなんですけど、それのきっかけになった本があって、その本があの島本理生さんっていう方の Understand Maybe っていう本があるんですけど、もうすごく なんていうんですかね、あの本の曲を書きたいと 思いました、それくらい大好きな、あの本ですね。その本と出会えて今こう小説書く、そうですね、その、本がきっかけで本が好きになって、で本を読んで映画を見たりして、でそこから曲を作るっていうことがすごい自分の中で多いなんかルーティンみたいになってるので、それですかね。あ、映画とか小説見てそこでもらった刺激をそのままこう曲にして、そうですね。へえ、 TikTok とかそういう SNS とか Twitter とか、っていうのはやられてますよね。やってますね、うん、結構見たりするんですけど、あ、そうです、1月の29にリリースした「オレンジ」っていう曲なんですけど、あの曲はそれこそあの SNS 時代を生きる若者たちを描いた曲になってるんですよね。あ、そうなんですね。そうなんですよ。あ、ちゃんとこう曲にもなってるんですね。そうなんですよ。もう1個の映画のお話からここまで聞けると思いませんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。では次回も聞いてください。さよなら。